が立ちについて、今度は四天王が挑戦者の前に立ちはだかりました。最初の相手はエスパータイプのポケモンの使い手、イッツキです。ポケモンチェン、このポケモンでは部が悪いと判断したのでしょうか。ここでネイティオの登場だ。さあ手始めに、これは効果なしです。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。さてここでポケモンを交代します。さあこの場面で、おっとこれはいまいち。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。いった、これは効いている。さあ今度は、おっと攻撃をものともしていません。両者とも大健闘です。ここで冷凍ビーム、よし当たった。やっと力尽きたか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。再び登場しました、このポケモン。白熱したバトルが続いております。さあここで効果は抜群だ。鋭い攻撃、これは有効だ。さあ激しいバトルです。ここで体力回復だ。さあこれは軽く一発。さあ熱いバトルが展開されております。さあこの場面で軽く当たった。ここでサイコキネシス、よし、あーノックアウト。さあポケモンは残り1匹。ここでエレンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ熱戦が続いております。あーっとこれは効き目十分。これはどうだ、さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで受信攻撃、よしヒット。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。